ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。不確定世界の探偵紳士、続きをやっていこうと思います。さあ、なぜかあやめが幹部であやめに出会ったところからですね。いや、この方は本当に何を考えているのかわからないので、ここで真相を話してくれればいいのですが、やっていきましょう。まあ、話すところからかな。どうしたの？いや、一体何を話せて。まあ、事件のことはいろいろ聞けると思うんだけどな。この女と話すことなど何もないはずだぜ。そう、何もないはずだ。え？何すんの？ああ、あの当時は殺したいくらいだった。犯人を取り逃がしたことや証拠が隠滅したことよりも、むしろ裏切られた衝撃の方が大きかったからな。まだ話せないか。殺したいほど憎んだこともあったかな。だが、これは異動はないよね。まだ話せないか。様子見するのか。チョーカーは何か関係あんのかな。喉元のチョーカーはお前のトレードマークだったな。ん？なんだろう、土足なのかな。なんか霊俗な証かな。はい、好きな人に一生添い遂げるね。なんかよく言うよって思っちゃいそうだけど、本当にそうなのかな。俺が寝ていたベッドだ。寝やすい硬さだぜ。俺の事務所のとは大違いだ。相馬の事務所とは大違いね。難しいね。なんかすんなり通してもらえないのはなぜだろう。ホテルか。ミレニアムホテルか。そうよ。泥酔した夫を連れ込んだ女って役を演じたわ。ロイヤルスイートじゃないか。よくそんな金があったものだ。お金ならあるの。まあね、商売が商売ですからね。まだ話さないか。だってあそこであなたを伸びたままにしておくわけにいかないでしょ。だからここへ運んだのか。そういうこと。全部見ないといけないのかな。証拠を隠滅し犯人と逃亡した裏切りの探偵、そして俺の妻だった女。全部一通りが見たよね。まだ話せないか。殴るはないとして、ミレニアムホテルの一室らしい。アウトフィットの、いや何かの間違いかもしれない。いや、しかしどうしたの。目をつむったり眉間にシワを刻んだり。さっきから押し黙って変な人。昔から変わってないわね。げんこつで不意打ちを食らったのは初めてなんでね。まだクラクラするのさ。だってあんな変装してるんだもの。どこかの紐のチンピラかと。グエ。てっきりあいつらかと思ったから。あいつら。ルームサービスがあるわ。どうする？ミレニアムホテルの最上階か、ここは。そうよ。いい身分じゃないか。私のお金じゃないわ。誰の。いや、元気にしてたか。ええ、それなりにね。軽い食事でもする？食い物はいい、吐きそうだ。じゃあシャワーを浴びてきて。あなたが地面にキスした時の泥まだついてるわ。どっからせ。うわあ、裸ではないか。そうよ、
だって服は汚れていたから。だからってすっぱだかにひんむくことはないだろう。ホテルのサービスでお洗濯してもらってるから、それまでお風呂に入ってなさい。だが、ほらほら、その勇ましい格好で外に出るつもり？泥を落とした着替えは置いておくから、入ってらっしゃい。わかった。確かに泥まみれだ。風呂をもらうとするか。なんかその間に消えてそうだけどね。どうなんだろう。ふう、疲れが癒される。着替えここに置いておくから。サンクス。ほう、さすがロイヤルスイートだ。金がかかると違うね。いつもこんな暮らしをしているのか。金庫でも掘り当てたのかい。ま、幸せそうで何よりだよ。タオル、着替えの上に置くわ。どうだ、昔みたいに一緒に入るか。ま、嫌ならいいんだけどな。あれから1年以上経ってるわけだし。何言ってるんだ、バカか俺は。お前にだって恋人の1人や2人いてもおかしくないよな。いや、もしかしたら新しい亭主かもしれんが。はっ、歯止めが効かん。どうかしてる。わ、話題を変えよう。ところで、お前今何をやってるんだ。って決まってるじゃないか。どこかに勤めているのか。これだけの暮らしだ、さぞかしいい仕事を。ギク。凄腕の探偵にはお見通しでしょ。何をだ。意地悪なのね。何が。知ってて言ってるくせに。一緒に入っていい。お前の風呂だ、構わんさ。俺は出るぜ。そう、待ってて、私もすぐに出るわ。ここでは話さないんですね。さすがロイヤルスイートだな。眺めも料金分ってわけか。外はやや寒いが、今の俺にはちょうどいいくらいだ。なぜ俺はここにいるんだろうか。なぜあやめを拘束してさっさと警察に突き出さない。なぜ。なぜ何かしら。お待たせ。ここではさすがに話せるのかな。風の噂で聞いてるわ。ものすごい武勲を上げ続けてるって。降りかかる火の粉を払ってるだけだ。一緒に暮らしていた時のあなたは光り輝いていた。怖いもの知らずの私だけの素敵なディテクティブだった。だったら、いや、差し詰め、今の俺は薄汚れた探偵ってところかい。そうね。グエ。でも生き延びていてよかったわ。あなたが無事で。元気ないのね。あるさ、男としてのプライドを見せてやろう。いや、悲しいぞ。ねえ、ソーマ。なんだ。久々に愛してくれないの。ダメ。こうしてあやめと一緒にいる俺ってやつは、あやめに聞きたいことが山ほどあるというのに。相変わらず巻き込まれているらしいわね。お前が出て行ってから一層ひどくなったよ。でも組織をいくつも潰しているんでしょ。聞いているわよ。差し詰め、今のお前にとって目の上のたんこぶってところか。もう商売がたきだしな。そうね、もう商売がたきだものね。あやめ、なぜ。何。いや、聞けばただじゃ済まない。俺たちはもう商売がたきだ。もうでも今更感ありますけどね。心のどこかで
あやめが否定するのを俺は望んでいた。バカバカしい。1年も前に結論は出ていたじゃないか。乾杯しましょう。何に乾杯するんだ？二人の再会とあなたの今の恋人さんに。そんなものはいない。ほら、ジョッキについであげるわ。やめろ。さ、乾杯。乾杯だ。素敵な乾杯ね。お前がアウトフィットの幹部とは驚きだ。しかも公安の連中に保護を求めたとはな。そう、潜入していた捜査官ってあなたのことだったのね。公安と手を結んだの。お前を探したのは保護するためじゃない。公安の手に渡したくなかったからだ。警察にも通報せん。理由は聞かせてもらえるんだろうな。聞いたら信じてくれる？聞いてから決める。お前をどうするかそれから決める。回答が気に入らなかったら？想像できる程度の知性はあるだろう。怖いのね。あの連中がどういうことをしてきたか知らないわけではあるまい。ええ、よく知っている。俺は連中を叩き潰す。そしてミントを奪い返す。そう、あのメイドロイド知っているんだな？知っているわ。いえ。言えない。貴様がアウトフィットの幹部だからか。かもね。どんなことをしても吐かせるぜ。アウトフィットに人権などない。そうね。代わりにこんな話はいかが？うん。公安へ保護を求める話、あれは罠だったの。どういうことだ？あなたはやりすぎたのよ。交流はいよいよあなたを殺すつもり。つまり私がおとりになる。公安は第三課を潰されたばかりだから、表立って捜査をしてくるはずがない。確かにな。公安第四課はアウトロー集団だわ。けどボスの伏せ姫は慎重な人間よ。必ず代替を立ててくるはず。そこであなたに白羽の矢を立てる。そう組織は考えたの。全ては仕組まれたことだというのか？そう、私が餌、あなたは魚。魚が餌を口にすると針が喉に突き刺さる。なぜ話した？あなたには嘘をつきたくなかったからと言ったら信じてくれる？いや、もうすでに嘘ついてるからな。さあな。ねえ、ソーマ、一緒に外国へ行かない？何？常夏の南国へ行ってディテクティブを二人で開業するの。あなたの才能なら事件なんてすぐにやってくる。何を言っている？昔のように一緒に事件を片っ端から解決していきましょう。そして裏切るわけか？かもね。もう数日待っていてほしかった。うん。あなたの才能にはやっぱり勝てないわ。誰も勝てないかも。そうま、私と勝負しない？勝負だと？あなたのクイックドローと私のそれと、どっちが優れているか。バカを言うな。ご挨拶ね。酒に溺れ錆びついたあなたの腕と、一日の訓練も欠かさない私のそれとでは雲泥の差だわ。あなたが勝ったらあなたの言う通りにしてあげる。だけど私が勝ったら。勝ったら？私の願いを聞いて。俺がお前となぜやり合わなくちゃならない？宿命ね。
私はアウトフィット、あなたはディテクティブ。明日まで考えて。考えても答えは決まっている。今晩はあなたの事務所に泊まらせて。久々にあなたの匂いを嗅いでみたいの。ああ、少し疲れたわ。あやめ、くそ、今さら俺は何を期待しているんだ。1年も前に結論は出ているじゃないか。あいつは闇の世界を取った。俺を捨てて1年前に。1年前か。あやめと俺は業界に旋風を巻き起こしていたぜ。ある時は奴隷シンジケートの銃弾をかいくぐって奴らを叩き潰し、またある時は政治家とヤクザどもの癒着と汚職を暴き出し、そして襲いかかる刺客を次々となぎ倒していった。俺が自分の才能を誇りに思い、社会のダニどもを一掃するのに躍起になっていたあの頃、怖いものは何もなかった、うん、息をもつかせる波乱万丈の世界、それが俺の望んだ場所だ。二人で拳銃片手に闇の組織へ乗り込んでいったあの頃、俺がアイドラクラス A、 あやめも B への昇格が決まった時、ついにあの連中に手を出してしまったんだ。近年台頭してきた正体不明の犯罪組織、世界中の犯罪組織を束ねつつあるあの連中だった。社会正義などというつもりはないが、俺としては奴らの非道なやり方が気に食わない。犯罪の裏にあの連中ありと言われれば、必然的に俺と奴らとの接点が生まれてくる。俺は奴らの支部や組織を片っ端から潰していった。そして目をつけられた。あやめはアウトフィットへ、俺の元を去っていった。ここの下りが全く出てこないのがすごい不自然ですよね。奴らを叩き潰す証拠書類を根こそぎ持ってな。俺の周りのものを何もかも破壊した。アウトフィットの連中は俺のことを探し出し、息の根を止めようと躍起になっていた。あやめを失い、俺は騙し合いと殺し合いの毎日に嫌気がさしていたんだ。俺が俺の才能を疎ましく思ったのもちょうどあの頃か。名前を消し、事務所を新設し、俺は決して表舞台には出ない。そんな生活が始まったのがちょうど1年前だ。どの世界に元女房と打ち合いをする奴がいるって言うんだ。なぜだ、なぜなんだ。クソ、何がクラス A だ。俺は何もわからんアホだ。死んじまえ、阿行相馬。貴様は周りを悪運のどん底に陥れる疫病神だ。そのくせ己だけは生き延びてやがる。クソ。あやめは寝室で寝ているみたいだ。あいつの銃の腕はかなり立つ。まともにやり合えばどちらかが死ぬしかない。本気ってことか。クソ、なぜなんだ。一晩中ずっと銃の手入れをしていたの？まあな。相変わらずリボルバーなのね。どう？結論は出た？ああ、お前の申し出は受けよう。そう。ああ。恋人いるんでしょ？いない。食器も揃ってる。しかも二つずつ。よく気づくな。お風呂もシャンプーセットまであったじゃない。そんなとこまで見るな。掃除も行き届いてるし。姑かお前は。
しかも服も整理整頓されて、洗濯物まで女物の服が畳んであったわ。ミントのだな。でも雑箱の中に私の写真まだ持っていてくれたのね。憎しみを忘れないためだ。そう、安心したわ。私の今の銃はワルサー PPK よ。本気だな。本気よ。分かった。もはや何も言うまい。隣にトーストと紅茶が用意してある。ありがとう。優しいのね。紅茶美味しかったわ。今は夕方の6時だ。町外れでどうかしら。いいだろう。勝つつもりよ。俺もだ。先に行っててくれ。野暮用がある。待ってる。電話を一本しておこう。舞子だ。こんなことを頼めるのはあいつ以外いないからな。さあ、番号は全然覚えていないので、一回引き出しで確認しましょうかね。どこが引き出しだ？ここでいいのか？はい、引き出しの中見てみます。電話帳。はい。舞子ちゃんはどこかな？あれ？書いてない気が。法律事務所で合ってるのか。8600023ですね。法律事務所ですが。俺だ。相馬さん。なあ、久しぶりだな。はい。まだ愛想を尽かしてるかい。そんな、けど先日アイドラへ送られてきた保険の調査結果があって。保険の？何度かお知らせしたと思いますが、こちらへ送られてきた。すまん、急ぐんだ。頼みがある。はい。マイコ、こんなことを頼める義理じゃないんだが、お前しか思い浮かばなくてね。何かありましたの？これから俺は殺し合いをする。え、すみません、もう一度。もしかしたら最後かもしれんから、一つだけ頼む。相馬さん、もしもし。報告書は俺の机の中に溜まっている。冷蔵庫の中のもんは片付けておいてくれ。パソコンはやる。服はバザーにでも出してくれ。どういうことですの？じゃあな。相馬さん殺し合いってどういうことですの？そういう電話だったんですね。なんか他の情報を与えるのかと思ってたけど、そういうわけではなさそうだ。じゃあ行きましょうか。町外れはすぐ隣だ。やばいな、少し寝不足だ。だが負けるわけにはいかない。あやめ、待たせたな。ううん、少しだけ。寒かったか？多少ね。すまなかった、野暮用があったんでな。まるでデートの待ち合わせをしていたカップルみたいね。違いない。
上着を脱ぎましょう、お互いに。いいだろう、拳銃以外つらん。私が勝ったら言うことを聞いてもらうわ。俺が勝っても同じだぜ。ええ、勝負よ。一発だけ、ズルはなし。悪さ PPK か。俺より早く抜くというのか。このコインが落ちた時が合図。いい？なあ、いつでもいいぜ。ナース、私たちが殺し合わなくてはならない。まだそう思っているの？どうかな。あなたのふぬけぶりは重傷ね。ハンマーを起こしなさい。ダブルアクションだと死ぬわよ。そうだな、本気ってわけか。やっぱり変わったわ、ソーマ。あなたは自分の女に証拠を奪われ、裏切られた探偵としてのレッテルを貼られ、一生を恥辱にまみれ生きていくのよ。俺にふさわしいな。コインが弾かれ、空中には意識が鋭敏になっていくのが分かった。舞うように回るコインの表と裏とが目に焼き付く模様の一筋まで認識できた。コインは俺の目の前を落ちていった。俺はアヤメの目を見た。アヤメは俺の目を見ている。お互いにコインが地面に落ちた瞬間に反応した。アヤメの反応は素晴らしく早かったと言っていい。左腕をやや後ろに反らし、右手で脇に吊ってあるワルサー PPK のグリップを掴む。引き抜くまでゼロコンマ数秒もかかっている。一級品のクイックドローだ。アヤメはすでにポインティングの体勢に入り始めている。早い。俺は戦慄した。俺の腕が上がるよりも先に彼女の銃口が俺を向き始めたからだった。銃口の溝であるライフリングまで認識できた。あそこから鉛の弾が俺に向かって飛び出してくるのだ。俺の神経は限界にまで張り詰めていた。9ミリの小さな銃口を俺は真正面から見つめた。俺の銃口はまだ明後日を向いている。やられる。体を横に倒しながら俺はようやく銃口を彼女に向けた。その時ワルサーの銃口から煙が噴き出した。発射された。俺の耳にはまだ銃声が聞こえていない。俺は体をひねり銃をポイントした。体が流されながらアヤメの体に銃をポイントする。構わずトリガーを引いた。この間ゼロコンマ数秒、二つの轟音が俺の耳に届いた。私の勝ちだ。なぜだ、なぜだ、あやめ。撃ったところが違うとかかな。なぜかしら。お前の拳銃は空だった。空か。音だけだった。勝負は向こうとか言わないってね。速さ的にはあやめの方が勝ってたんでしょうね。なぜだ。だってそうじゃないと相馬が死んじゃう。私の誓い覚えてる？ああ。あなたのために私の一生を捧げ。早め。信じてくれなくてもいい。けど本当、そうま、あなたが抱えてる案件はね、飽きたからやめるとか、できないから諦めるとか、もはや言えないものなの。後戻りはできないわ。社会の悪を切るか、それとも飲み込まれて染まるか、ゴミのように殺されるかするまでね。そうま、私のことを気遣う必要はないわ。
私はこれから遠くに行くけど、私はあなたを祝福しているの。切り捨てられたことを光栄に思い、そんなあなたを羨ましく思っている。何を言っているんだ。俺は誰も切り捨て、切り捨てるのよ。だからこそ光り輝いている。あなたはそんな顔をしないで。あなたはシニカルでどうしようもない自信家でしょう。似合わないわ。根拠のない自信にあふれていて、でもその通りのことをやり遂げてしまう人よ。あやめ、もう喋るな。機械人形は彼女の本来いた場所に。ミントがどこにいるって。私は勝負に勝ったわ。私の願いを一つだけ叶えて。ああ、言ってみろ。ミント・ミツルギを破壊して。破壊？なぜだ。あなたがあの機械人形を思うなら、なおさらのことためらってはいけない。あやめ、意味がわからんぞ。勇気を出して彼女を殺すの。エマーヤもそう言っていなかった。エマーヤ、私は。ああ、そんだけ。Y-A-M-E、 逆さに読んでみてね。最後に抱いて。ああ、そんな顔をしないで。あなたはクールに生きるべきだわ。俺は自分の体を鮮血に染めながらあやめを抱きしめた。あやめはか細い息だったが、俺をじっと見つめ返している。あやめ、俺がかつて愛した女、俺は今もこの女を。それをあやめに伝えたかった。だがそれを口にするのははばかられた。組織に身を投じ、俺に情報を提供し、最後まで俺のことを思っていたという。それでも俺はそれを口にできなかった。あやめは俺の目を見つめている。すべてを理解しているようだった。なぜ笑っていられる。なぜ俺をそんな目で見られる。あやめ、なぜだ。そうま、ああ久しぶり。暖かい。ああ、素敵よ。ああ、女がどの言葉を望んでいるのか俺にはよく分かっていた。だが俺は黙って彼女を抱きしめた。彼女はそんな俺を許すのだろう。もうすぐあやめは行く。このバカそうな、なぜ言ってやらん。いえ、たった一言だろうが。分かっている、分かっているが言えないことだってある。バカ野郎、あやめの気持ちは理解できたはずだ。ああ、理解した。ならなぜ言わない。言え、どの面下げて彼女に言えと言うんだ。そうま、あなた今どんな顔しているか自分でわかる。片方の眉がこうつり上がってね。反対側は悲しそうな形をしていて、目は潤んでるけど口元は怒ってる。失
敗した福笑いだな。それじゃいいのよ、無理しないで。あやめの息がか細くなっていくのがわかる。俺は夢中で彼女を抱きしめた。彼女に俺の気持ちが伝わるくらい、俺の思いが伝わるくらい。俺が言わないから、あやめも言わない。あやめが言わないから、俺も言わない。互いの目の中にある言葉を信じながら、俺たちは身がちぎれるほど、強く、強く抱きしめた。そうま。そうま。私、あなたのそばで、幸せ。さよなら、私だけのディテクティブ。あやめ、あやめ、おい、勝手に眠るなよ。俺はまだお前に言い足りない。まだ文句がたくさんあるんだ。なぜだ、なぜお前がエマーヤなんだ。お前は俺を裏切ったのではなかったのか。ふざけるなよ。おい、起きろってば。俺はまだお前に言っていないことがある。ベッドの中で眠っているかのように、あやめの顔は安らかだった。耳元でささやけばまだ起き出すんじゃないかと思えた。息をしていないのが信じられない。あやめが苦しそうな顔をしていたら、俺はこの場で自分の口の中にチーフスペシャルを押し込み、トリガーを引いていたかもしれない。胸の中にぽっかりと空洞が生まれていった。次第にそれは大きくなり、今や体全体を蝕んでいた。まるで霊気に同化するかのごとく、自分の存在感が希薄になっていく。だが涙は出なかった。みじろぎ一つせず、立ちすくむ己を冷ややかに見つめているもう一人の自分。そんな妙な精神の、ん?失調感かな?失調感があった。あやめに俺は言いそびれたらしかった。そして彼女も俺に伝えられなかった。お互いに相手が何を言おうとしていたのか知っていた。だがそれを言葉に発して確認することはついになかった。ゆっくりと俺は頭を下げて、あやめの顔へと近づける。彼女の唇へ自分のを軽く押し付けた。まだ暖かかった。白い肌に咲いたバラのような胸の重曹にそっと手を触れた。彼女の体温が冷たくなっていく。彼女との距離がどんどん離れていく。だがこの俺にはどうすることもできない。そうしたのは他ならぬ俺なのだから。冷たいアスファルトに手を添え、ゆっくりとあやめを抱き上げると、これは空を仰いだ。黒い布に輝く宝石を散りばめたような夜空だった。息を吸い込む。冷たい空気が肺に満たされていく。限界まで吸い込んだ。静寂を突き破るくらいに、あらん限りの力を振り絞って、これは暗い空へと方向した。ハイビルの谷間に声がこだました。何を叫んだか自分ではわからなかった。素晴らしい決闘でございました。おったんかいそこにつきますね。ジジイ、殺されに来たかい。今話してあげませんよ。とんでもございません。お嬢様の亡きを受け取りに参りました。お嬢様と一緒に果てるなら本望で。じいさん、
説明できるのかい？私はただお嬢様を埋葬し静かに眠っていただきたかったのです。お嬢様は阿行様の手で行きたかったとおっしゃっておりました。バカな。本当でございます。ここにお嬢様からの書簡を預かっておりました。もともとあやめはどんな身分の人だったんでしょうね。あやめの手紙か。阿行様が機械人形を破壊した時に読んでもらいたいとおっしゃっておりました。事後なんですね。あやめの手紙、確かにお渡しいたしました。お嬢様の亡骸を私が引き取る旨の書簡がこれでございます。あやめの字だ。米村に私の遺体を託してあげて。彼は私に本当によくしてくれた人。埋葬させてあげたいの。お願いね。あやめはこうなることを最初から。さようでございます。埋葬場所は後日書簡にてお知らせいたします。必ず。じいさん、あんたとはいずれまた会うことになりそうだな。買いかぶりでございます。私はしがない老人で。何をおっしゃいます。俺は一体何をしている。大丈夫だ。やることをやるまで死ねん。そうだ、やることをやるまで死ねない。死ぬのはそれからでいい。まだ早い。今はミントを探すことだ。あいつはおそらく。はい、あやめのね言うことに従うならば、まあ三剣邸に戻ってるでしょうね。ということで、まあ、あやめとの決闘なんですけど、まあ、エマーヤの正体を探れはもうこれだったんですね。私もう最後の最後まで何も考えないようにしてたので、ちょっとびっくりしましたね。そんだけかいっていうふうにちょっと思ってしまいましたけれども、まあ、この辺りはちょっと男性と女性で意見が分かれるんじゃないかなと思うんですけれどもね。私視点ではあやめはただただ引っかき回しただけの、なんかすごい、なんか相馬のことを思ってね、きっとアウトフィットに行って、アウトフィットに、なんて言うんだろう、狙われないようにいろいろするっていう、立ち位置のもとに描かれてるのかもしれないですけど、これはやっちゃいけないことですよね。とちょっとなんとも、まあ、正直全く共感ができないヒロインの一人だったかもしれないですね。まあ、このあたりはどうでしょうね。もう読みが浅いよって言われるかもしれないですけどね。はい、という感想を残して一区切りにしようかなと思います。ではでは次回へ続きます。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。